お元気ですか？谷村新司です。2022年、年が明けて気持ちが少し変化しましたか？昨日が今日になるだけなのに、すごくこの大晦日からお正月っていうのは大きいような気がしますよね。年明けのマジックなのかもしれません。そろそろみんな今年モードにもう入っているんじゃないかなと思いますが、さあ一区切りして一気にプラス思考でいきましょうね。今年もラジテレ前向きにゆっくりと一緒に始めてまいりましょう。さて、今年最初のテーマはこれです。自分の壁。自分の壁、あんまり考えたことない？僕はね、もうずっと自分の壁って考え続けてましたね。去年ね、実は、スマホとは別に、今まあスマホ使ってるんですけども、それまで一緒に使っていたガラケーをですね、一新いたしまして、一新したって言っても今度ガラホになった。要するにデジタルとアナログを両方ちゃんと楽しもうという、まあこのガラホの方もあと何年存在してくれてるのか分かりませんけども、アナログの良さを十分に楽しみながら使っております。実はそのガラホにですね、皆さんもご存知だと思いますが、万歩計っていうのがついてます。知らないうちに今日何歩歩いた、毎日の散歩の歩数が分かる、このことにちょっと感動して、楽しみにこう歩数チェックを最近もするようになりました。だいたいそうですね、1日の散歩で、ずっと行き帰り歩いてきて3000歩から、4000、5000歩ぐらいかな、その歩数に、最初はちょっと驚きました。こんなに歩いてるんだ毎日というびっくりと、なんか情報によると1万歩は歩かないとという、そんな情報にまたびっくりっていう、そうか、これもう2往復ぐらいしないとダメなんだなとかって思いながら、でもこう体力っていうのを考えると、人間の体力のピークっていうのはもう20歳でピークを迎えてしまうんですよね。すると20歳超えてからはずっといわゆる右肩下がり、どんどん落ちていく、こう考えるとその落ち方を少しだけゆっくりとしたいものだなぁと思ってしまいます。まあそれも無理なく楽しくやりたいなぁと思いながら、気がついたら時間が過ぎている、そんな毎日にしたいなと改めて思っております。